はい、こんにちは。T シャツ出版記念してちょっと作ってみました。後ろの背景はパリマラソン、私が3時間26分27秒で走った時のスタート風景なんで、この中に私がいるはずですけど、まあまだ見つけてませんけど、まあなぜか東大の例の190万再生されている問題のサムネがたまたまこれだったんで、まあそれも含めて、まあこんな T シャツ欲しい人いないでしょうか、いれば販売してみようかな。まあいいや。で、よく数学は暗記かというよく議論されますが、その議論自体は全く意味がなくて、なぜならその数学は暗記の言葉の定義が曖昧すぎて、定義が曖昧なものを議論するほど不毛なことはないんで。で、じゃあこの問題なんですけども、まあよくこんな問題何回か紹介したことありますが、こういった問題を解いた時の経験を生かすことは大事です。で、経験を生かすことを暗記だというなら、それは暗記という要素もあるでしょうと。まあでもそんなことはどうでもよくて、問題が解けりゃいいし、数学は楽しんでりゃそれでいいというふうに思ってます。じゃあ、これどう考えるかなって時に、まあ、これとこれそれぞれアルファ、ベータとでも置くと、足し算引き算は今のところわからない。けど、アルファとベータ、掛け算はまあできると。累乗根同じなんで、中身同士かければいいんで、5乗根の中身かけると、4分の5を25かける5だから、125引く11の2乗は121。で、これは5乗根の4分の4だから、まあ1だから1ですね。アルファベータはいい数と。で、アルファの5乗の足し算もいい数だし、これは屋根が取れて、2分の数字が出るから、2分の10ルートだから5ルート5。で、今ここ引き算だから、アルファ5乗引くベータ5乗、どっちがいいか。引き算だったら、これは、今度はルートの方が消えて、11ですね。2分の22になるって。まあ、どっちがいいかなと。まあ、引き算だからこっちだろ、そうそうですね。じゃあ、アルファ5乗、ベータ5乗っていうのは、アルファマイナスベータで因数分解できて、アルファ4乗プラスアルファ3乗ベータプラスアルファ2乗ベータ2乗プラスアルファベータの3乗プラスベータ4乗と。が11ですよと。で、今、アルファ引くベータが分かるんですね。アルファ引くベータが、これが分かればいいと。じゃあ、アルファ引くベータを、まあなんか t とでも置いて、これ t の、まあなんとか次方程式と5次方程式かな。になるけど、多分きっと解けるんでしょうと。まずこの右側の括弧の中身だけちょっと別個に計算してみると、アルファ4乗とベータ4乗はこれ仲良さそうと。で、アルファベータが1なんで、アルファベータ1なんで、ここですね、ここ。これとこれ。アルファベータでくくれて、アルファ2乗プラスベータ2乗と。で、アルファ2乗ベータ2乗、これは1ですと。で、これももう1ですと。これも1。なんだ、こうだと。右側の括弧の中身は、こうなってると。じゃあ、これ、とりあえず、アルファ、マイナスベータが知りたいんで、アルファ引くベータ、アルファ2乗プラスベータの2乗は、アルファ引くベータの2乗して、マイナス2アルファベータが余計だから、足す2アルファベータすればいいと。じゃあ、これは、t と置いたんで、t の2乗、プラス2と。じゃあ、アルファ4乗プラスベータ4乗っていうのは、アルファ2乗プラスベータの2乗の2乗引く2アルファ2乗ベータ2乗。なんでこれは、今これがもう出た。t 2乗プラス2の2乗引く、これは2ですと。じゃあ、これは展開すると t の4乗プラス 4t 2乗プラス4引く2だから2と。じゃあ、結局この式っていうのは、t 括弧t 4乗で 4t 次乗とこれとこれ足さなきゃいけないんで 5t 次乗でプラス2とプラス2とこれ1ですね。これ1 2と2と1なんでプラス5が11ですと。そこから t 5乗プラス 5t 3乗プラス 5t マイナス11イコール0で、これでまあ11なんで、1か11、プラマイ1か、プラマイ11ですけども、まあ1で0にならなきゃ悲しいけど、これは1たす5たす5引く11で0になると。
いうことは、これは、t-1 括弧、相手も一応、まあ、相手は文字数がなさそうですけど、一応、やっとくと、1、0、5、0、5、マイナス1。で、1、1、1、1、6、6、6、6、11。11で0なんで、t4 乗プラス、t3 乗プラス、6t 乗プラス 6t プラス11。で、まあ、この4次方程式が、イコール0が、解がないことも示さなきゃいけないのかな。いけないの。じゃあ、まあ、これって値一つしか取らないに決まってますよね。なんで、1個の値が出たからそれで良さそうですけど、一応気持ち悪いから、これイコール0がないことは示しておいた方がいいのかな。まあ、まさか4次関数で極値が、まあ多分1個しかないんだろうけど、それが最小値とか多分微分してもいい値になりそうもないから、まあなんか前半と後半と11がうまそうなんで、t3 乗括弧 t 足す1と、6t 括弧 t 足す1と11で、で、これ t 足す1でくくれて、で、t3 乗足す 6t。だから、t 次乗足す6とあと11と。これが正だから、あとはまあこれが負になった時に、これ全体がマイナス11よりもちっちゃくならなければ、まあいいということが示せばいいのかな。そうすると t 括弧 t 足す1が負になる時。すなわち t がマイナス1から0の時、この部分が負になって、で、その時の最小値は t 次乗プラス t なんで、t 足す2分の1の2乗マイナス4分の1。なんで、これの最小値はマイナス4分の1。で、t カッコ t 足す1は、負だし、マイナス4分の1を下回ることもないと。まあ、イコールか。マイナス4分の1を下回ることもない。で、その時のこれが、まあ要するに、マイナス4分の1よりは絶対値大きいんだから、せいぜい、まあ、40いくつにならなければいいってことで、t 次乗プラス6っていうのは、この間に最低でもう6はありますよね。で、最高で7まで。で、最高7の時に、この最小の負、まあもちろん同じ t の時になるわけじゃないですけど、それでも最低でもこのマイナス4分の7にしかならないんで、これが、0になることはないから、まあ t イコール1、すなわちこれイコール1が答えになりますと。で、以上です。ありがとうございました。